さあよくぞ戻られたイレブン殿というわけで、じゃあドラゴンクエスト 11S の体験版の続きやっていきたいと思います。さあ現在石の村でこれからデルカダール王国というところに行くはずなんですが、じゃあ早速行きましょう。さあエマちゃん行ってくるよ。よし、さあダッシュ。よし、さあデルカダール地方でマップを開きたい。うん、さあ現在は南の方の石の村近くでナブーガーナ密林というところとデルカコスタ地方へと行くことができるけど、行く必要はないのかな。うん、OK、 じゃあ行きましょう。あの右下の時計を見るにこれから時間の経過があるってことかな。うん、今は昼で夕方があって夜が短いみたいな感じか。うん、オッケー。真ん中あたりにキャンプができそうな場所があるから、あそこ目指していきましょう。よし、おっと、じゃあ馬呼んじゃう。お、なんだ意外と早いな。よし、さあ行くぞ。お、さあすごい雄大な滝からのこの状態で何かできないかな。うん、特に攻撃するとかそういうことはなさそうな感じかな。うん、オッケー。音楽ちょっと大きいかな。システム設定でサウンド設定、うん、これぐらい、まあ聞こえるかな。オッケー、よし、おっとっと。さあこの辺りちょっと見ていきたいけど、特に何かアイテムとかはなさそうな感じかな。うん、もうあるじゃん。馬の状態から拾うことができる。おお、すごい便利。さあ降りて、お、スライムじゃん。で、ひどいことになった。おっと、さあモコッキーたちが現れた。お、よし、攻撃、うっと。これは結構辛いのでは。じゃあ呪文、呪文でメラ、はあ、メラ、お、いいね。よし、まずは回復薬、回復薬というか回復させづらくさせてからの攻撃。うん、さあ離れて、でやダメージ変わらないよね。背後から攻撃とかそういうことは多分ないと思うからこれでいいでしょう。よし、これボーンとぶっ飛ばして何かいいことはあるのかな。うん、待てよ、経験値とか入るんでしょうか。強さ、さあ現在の経験値は86。おっと、しまった。うん、さあここは普通に戦いましょう。オッケー。うん、ここってなんていうかそのままの場所で戦ってるっていう感じになってるのかな。狭い場所とかだと多少ずらされるのかもしれませんけど、うん、リアルだね。はい、 OK。 さあ現在の経験値は90と、さあどうなるかな。お、1ポイントもらえた、すごい。なんだ、じゃあ戦わなくていいのか。実際戦うと2ポイントもらえてたから半分ぐらい経験値がもらえる的な。いや、もしかしたら全部1ポイントかもしれないけどね。さあこの先には強い魔物がいるんだ、怪我をするから近づかない方がいいぞ。もしデルカダール王国を目指しているならこっちじゃなくて北の方に向かうんだ。うん、なるほど。さあ優しいおじさんの忠告で一旦戻って、あと2回ぐらい、おー、しまった。スライムをちょっとポコッとぶっ飛ばしたかったから、ここは逃げましょう。はい、お、回り込まれてしまう回り込まれた様子ないんだけどあれ、あ、こうか、動いちゃったから。はい、よし、あら意外と逃げきれない。おっと、おー、あ、絶対近寄ってきて攻撃するまで絶対追われるんだ。へー、なるほど、逃げます。はい、
ようやく逃げられた。オッケー。さあからのモコッキーたちではなくてスライムがいいな。お、大ガラスがいる。へえ、あんなところにドクロを持ったまま。あのドクロがないと心が寂しくなっちゃうのかな。うん、さあ反転。復活することがないのかな。意外と見当たらないですね。ちょっと離れてみてまた戻ればスライムが復活しているかも。そんなこともないっぽいか。うん、じゃあこの辺りなんとか抜けて。あらら、おお、え、ちょっと待って、どこだ。こう待つんだイレブン。この先は卑怯ナプガーナ密林。魔物も強く今のお前では歯が立たないからまっすぐデルカダールに向かうといい。うん、なるほど。結構村の人々、いや、つかそもそもそこ行けないようになってない。あ、まあ一応張っていけば行けなくはないか。うん、さあ、あ、スライム出た。行くぞー、てい。よし、あと1体。よし、あら、特に変化なし。あ、次のレベルまでゼロになってるけど戦わないとレベルが上がらない的な、そういう感じかな。と、お、なるほど、94。あら、これはどういうことじゃあ一気にレベルがなんか複数上がることも序盤で可能ということか。あららら、失礼はーい、あれ、さっきいたのにいなくなっちゃった。お、よし、さあもう一回。うん、そうだね、増えてくね。じゃあ戦っちゃいましょう。よし、軽快にステップを踏んでるけどとりあえず攻撃。なんだ、よ、余裕だな。うん、オッケーさあレベルアップ。お、グッ、いいね。メラのポーズ、メラのポーズだったっけ、ホイミのポーズだったかな。さあ、3から4に上がった。うん、まあいい感じかな。最大 MP が4も増えてるところがかなり嬉しいですけど、うん、この調子だったらどんどん強くなれるでしょう。よし、さあ、現在の、あ、最大まで回復してる、すごい嬉しい。よし、じゃあこの状態でこれ戦ってみたい。何ボタンで振るんだっけ。 A ボタンだっけ、 X だっけ。あら、やり方忘れた。剣を振る方法とかってなかったっけ。あったはずだが、どうやってやるんだっけ、忘れちゃったよ。旅の心得、フィールド、フィールド攻撃。あ、近づくまでが必要なんだっけ。うん、 OK。自由にこう剣を振れるわけではないんだね。さあまずは、よっ、じゃあジャンプで越えて、さあ後ろから近づいて、お、やるね。さあ大ガラス、おお、なんか大ガラスがなんか正面向いてる感じがすごくなんか斬新っていうか、今までの俺にはなかった体験。よし、さあここはメラ使っちゃいましょう。はあ、やっ、お、なるほど、モコッキーに対してはちょっとダメージが大きいみたいな、そういう感じか。うん、じゃあ炎に弱いとか氷に弱いとかそういうのがちゃんとあるんだね。うん、よし、とりあえずレベルはいくつだっけ、今4だから、ちょっとレベル5にするのは長い感じかな。うん、お、すごい。よし、まあ2ポイントダメージ与えてるから攻撃。お、ギリギリいけない、体力9か。うん、9じゃないな、さっきもやったんだから体力11ぐらいってことかな。うん、あと1回レベルが上がれば浮遊をついた上に1回の攻撃でやっつけられるみたいな、そういう感じになるでしょう。そうするとかなり効率が良くなるよね。さあ、マップ、この怪しげな洞窟を抜けていくとキャンプがあると。よし、とりあえず今回はキャンプまで行ってレベルを5ぐらいまで上げておきたい。うん、そういえば馬ってさ、一回降りちゃったらそこに戻らないともう呼べないのかな。うん、馬呼びの鈴がないといけない。
もう意外とぼーっとしてる。大ガラスもさ、ぶっちゃけただドクロが好きなだけのカラスなのにかわいそうだよね。うん、ここは魔法でやっちゃいましょう。うん、よし。お、やったね。風切りの羽か。うん、ここに謎の松明があるけど、まあいいか。こういう目印があると、なんていうか、フィールドが歩きやすいですよね。なんだろうこれ。おっ、おっと危ない。先に攻撃できるんだ。へえ。さあドラキー、コウモリが止まってるかと思ったらドラキーだった。当たり前か、この世界だから。ここももちろん最初は呪文で攻撃。おっ、いいね。ダメージのばらつきはどれぐらいあるんでしょうかね。お、なかなかいい。一発でやっつけられて4ポイント、そして5ゴールド、なかなかいい感じ。おー、ドラキーが潜んでそう。あれ？でもこれだけか。もうちょっとなんか、アイテムとかあってもおかしくなさそうな感じだったけど。おー、高いけど、見えないな。これは結構なんか危ないとこですね。うん、すごい。上の方には、川があるってことかな。結構上の方からこう俯瞰で見たいところもあるよね。さあトンネルを抜けると、なんか変なのがおるんだけど、豆みたいなやつがいる。あれは強いんじゃないかな。ただなんかちょっとメラが効きそうな感じではある。武器持っとる。え、人話しかける、これ。いや、やっちゃえ。お、さあ魔物の群れが現れた。これはあからさまにそのよくわかんないやつからやった方がいいかな。ズッキーニや。ズッキーニじゃないのそれ。でもズッキーニってどういう野菜だ。キュウリ的な感じ。うん、ナスかもしれない。お、硬い。おっつ。おー、スライムも結構バカにならんダメージ。お、体力がかなりピンチになってるから、ここは殴っちゃいましょう。はい、よし、いい感じ。やーりーか。かわいそうすぎる。よし、お、スライムを一発でやっつけるようになってる。すごい成長したね。うん、さあ現在は17ポイントか。まだもうちょっと頑張れるかな。さあこの辺り何もないか。さあ回り込んで、うん、アイテムがどこにあるかわからないから、よく見ていった方がいいのかな。お、なんだ、モコッキーの集会だ。これは危ない。とりあえず回り込んでいった方がいいかな。いや、あの4体が全て出てくるとなったらかなりやばいんだけど、さすがにそこまでではないと思いたい。チャンス、ズバッ。結構走っても楽に冬が打てるからいいね。さあズッキーニは1体。俺は普通に戦う方がいいかな。打つ。あと3回耐えられるかも。うわあ。ふんとか言って。意外とクールだな。よし、さあ現在の強さ、残り54でレベルアップか。まだまだ先は長い感じかな。うん、そろそろ回復しておきたいけど、モコッキーかズッキーニャ1体だけだったらなんとかなる予感とか言ってると、魔物の群れが出てくるっていう、そういうパターン。あー、そうだった。2回攻撃すればなんとかなるけど、どうしよっかな。ここは、メラ、やっちゃったぜって感じがするな、これは。あと3回殴られても平気なんだから、まずスライムやっつけて、って感じか。うん。よし。おー、ちょっと待って、ダメージでかいぞ、ちょっと。これは2回殴ればいいけど、次あのズッキーニャにターンを先に奪われたらやばいから、ここは回復しましょう。あれ、道具、あれ、薬草とかってなかったっけ。うっそ、マジか。薬草の一つを持ってなかったっけ。ああ、しかも装備してないっていう。ちょっと装備。お守り、あー、これつけたことによって俺は生きられるはず。グフッ。あー、しかし3ポイントで減った。やったー、危ねー。まさかの装備品を忘れてるっていう。ドラクエ初心者か。
よかった。さあ、エマちゃんの心を込めたお守りのおかげで命が助かる。すごい、なんかドラマっぽい。さてと、ちょっと待って、まさかの薬草1個持ってないっていう、あれ、あ、道具袋に入ってるんだ。なるほど、これを自分に持たせておかないといけないわけだ。なるほど。4つ全部、うん、まとめてちゃんとこうやって取り出せるところはすごくいいね。うん、ドラクエといったら一個一個手渡しみたいな、そういうイメージがあったけど、うん、いいぞ。じゃあ毒消し草をもちろん渡しておきましょう。渡すというか自分に、うん、消耗品は道具袋からすぐ使えないっていうのはちょっと意外だったけど、気をつけておきましょう。よし、じゃあ薬草使います。はい、お、さあ何ポイント回復したかわかんないけど、マックスまで回復できたからいいでしょう。いや、危なかった。さあこれから、うん、序盤で防御力が1上がるかどうかっていうのはすごく重要ですよね。よし、うん、でやっ、お、一発だ、やったね。HP はちょっとだけ、なんていうか、揺らぎがあるのかな。獣の骨を道具袋に入れた。獣の骨ですかそれ、本当に人骨じゃないですか。まあいいか、うん、獣と書いてあるんだから、きっとあのドクロは獣なんだろうなみたいな。うん、さあこっちの方は敵がかなりいっぱいいるけど、どうしようかな。とりあえずこの道に沿っていくのがベターでしょう。オッケー、うん、受けるダメージが1ポイント減るだけで4分の3までダメージが下がってるから、かなり効果高いですね。オッケー、さあこうしてからのもう少しで、お、なんかキャンプ地というよりかは普通になんか、お、お、おーい、そこの兄ちゃん、だ、誰だ？あ、目の前にいるなんか、あの、青っぽい服を着た人かな？お、お前さん、さては、冒険初心者だな。バレたか。何も知らねえまま旅をするなんて危険すぎる。この俺が、いいことを教えてやるぜ。なんか、すごく声がいいんだけど。あそこに、焚き火の跡が見えるだろう。焚き火の跡がある場所では、キャンプをして、ゆっくり休んでいくことができるんだぜ。キャンプをしたいときは焚き火の跡を調べな。キャンプをしている間は夜になるから、憩いのひとときをのんびり楽しむといいぜ。何？こんな開けた場所で休んでいて魔物に襲われないのかって？ははは、安心しな。あそこに女神像があるだろう。あの女神像には神聖な力が宿っていて、魔物を寄せつけねえんだ。それだけじゃねえ。あの女神像は町の教会と同じようにお祈りを聞いてくれたり、毒の治療をしてくれたりするんだぜ。おお。まあ習うより慣れろってやつだ。俺の話が終わったら早速焚き火の跡や女神像を調べてみるんだな。こんなキャンプ地は世界各地にあるからよ。新しい土地に行ったらまずはキャンプ地を見つけることをおすすめするぜ。最後にこの言葉を覚えておきな。旅にキャンプは欠かせねえ。キャンプを制する者は旅を制す。ってな。お、おう。お前さんに伝えたいことは以上だ。キャンプでわからないことがあったら俺に聞きな。ここでいつでも待ってるからよ。なんだろう、この 妙になんか声になんかいい声してるおじさんは。うん、あー、いや、もういいです。うん、まさかのモブおじさんがこれだけなんか貫禄というか存在感を発揮してくるとは思わなかったな。しかも結構ちっちゃいな。これもうほとんどなんか人種が違うレベルでなんか違うんだけど、うん、まあこの世界だったらね、そういういろんな種族がいてもおかしくないだろうから、そういうパターンもありうるか。お、さあこれは取っちゃっていいでしょうか。明らかに人んちのものだけど、まあいいや、俺は勇者のなんか生まれ変わりらしいから、勇者はねこういうことをやることが許されている。うん、OK、 許されてるわけではないけど。ドラクエ世界ではよくあることって感じかな。うん、お、これ夜になるとここが明かりがつくんでしょうかね。
さあ、じゃあとりあえずキャンプしておきたいけど、現在の強さ、あ、うん、MP があと4ポイント、うん、でももうちょっと頑張っちゃおうかな。お、なんかいるぞ。さあ、一角ウサギが現れた。おお、なかなかさ、改めて見るとかなり凶悪な、これフォルムしてませんか、これ。あれで刺されたら結構痛いよね。これは、HP が結構あるけど、まあとりあえず通常攻撃で。うん、さあ7ポイントちょっと硬いな。お、よし。OK。2発でやっつけられるならまあまあって感じかな。お、よし。さあ他には、うん、不意をついてダメージ与えてみたいな感じがいいでしょう。当たり前っちゃ当たり前だけど。薬草を手に入れた。この薬草は道具袋に入ると。うん、基本的には自分の手に入るわけではないんだね。うん、気をつけておきましょう。よし。おっとっとっと、多いぞ。これはどうしたものか。お、なんだって力を貯めている。これは率先してやっつけておきたい。はあ、目だ。あら、意外と、はあ、なんだ。さあゾーンに入った。力な身の守り、何が、うん、さあゾーン状態、バトル中攻撃を受けるなどの条件でゾーンという集中力の高まった状態になることがあります。ゾーン中は様々な能力が一時的に上がります。ゾーン状態は何回か行動すると消えてしまいますが、効果が消えるまでは次のバトルに持ち越すことができます。おお、なるほど。これは、うん、あのキャンプとかを経てしまうと治るとかそういうこともあるかも。よし。おっと、ぬ、うん、まあ相手のターンというか、こういうのってどうなんだろう。今までのドラクエシリーズってさ、ほら、敵味方ともにコマンド入れた後に一斉に行動するって感じだったけど、今回は一人一人個別にターンが回ってくるみたいな、そういうイメージで作られてますが、さあ2回攻撃受けたような気分だけど、まあしょうがない。さあゾーンの入った俺だったら呪文の威力が上がってる可能性がある。はあ、やめろ。あ、そんなんでもないや。魔法っていうか呪文のダメージは変わらないのかな。お、さあ攻撃力がかなり上がってる。うん、 1.5 倍ぐらいになったとしたらかなりいい感じですよね。よし、 OK。 じゃあキャンプで休みたいかな。うん、ドラクエって昔はあのランダムエンカウントって言ってフィールドでいきなり敵が出てくるようになってたんだけど、今はこうシンボルエンカウントだから楽々敵から逃れられていいですね。うん、まずキャンプかな。さあ焚き火の跡がある。ここでキャンプができそうだ。キャンプしますか。はい。お、祈ったりキャンプをやめることもできる。あ、逆にすぐ夜にすることもできるんだ。なるほど、そういうことか。キャンプやめる。はい。あ、なるほどね。人が他にもいるとかそういう表現がなかなかいいですね。はい。よし、じゃあ休みましょう。お、じゃあ朝まで。うん、結構なんていうか時刻、その時間の指定ができるから何かイベントがあったりするのかな。よし、お、さあシュッと立ち上がっていく。うん、オッケー。じゃあとりあえず毒の治療とかは今いらないから、強さ、お、右下のアイコンを見るとどうやらゾーン状態は解除されてないっぽいね。うん、なるほど。オッケー、じゃあこれでいこう。序盤はなんていうか意外と盾いらないんじゃないかな。盾、守備力は、え、まだで 15?これだけで15も増えるの。あ、2だよね。 2ポイントだったら、まあそっか。だったら石の体験を持ってみましょう。うん、武器ガード率、へえ、なるほど。両手剣は盾がない代わりに武器そのものでガードができる確率が設定されてると。うん、まあないよりかはあった方がいいかな。 5% と比べたら全然だけどね。お、さあ体験だからといって強くなるわけではない。よし、さあ戦う。おっと、さあゾーンの入った俺だったらどっちからやるか。力貯めてるやつを狙うべきか。うん、
じゃあそうしましょう。よし、いいぞ。ちゃんとなんか隊列を組み直すところが。でよ。よし。OK。さあ、いい感じで経験値が手に入ってきたけど、おお、なんかすごくなんか草刈りしたくなる。でも草刈ってる場合じゃないよな。うん、さあ、これはちょっと敵がワンサが出てきそうだけど、うん、近くでこうやるとどうなる？まとまって敵が出てくるかな。そんなことはないか。うん、うん、よし、戦う。そしてズッキーニャ、せい、せい、もういいね。あ、ゾーン効果が、うん、だいたい何回ぐらい戦った？ 7、8回ぐらい行動したら切れちゃうみたいな感じかな。もうちょっと少なかった気もするけど、うん、レベルが上がるとだんだんそのゾーン効果が長く続くようになるとか、そういうこともあるかも。よし、お、ゾーン効果がなくなったから一発でやっつけられなかった。これはちょっときついな。うん、敵の強さと守備力を考えていい感じのバランスの装備に変えていきたい。戦闘中に装備が変えられるのはすごく嬉しいですよね。お、さあレベルアップ、グッド。さあ、最大 MP がプラス5ポイント、すごい。そして HP も4増え、あ、力が3つも上がった。うん、素早さ、素早さは大事だよね。さっきみたいにあの2回連続で攻撃を受けるぐらいだったら先手が取れた方が絶対いいから、うん、やはり RPG といったら素早さがかなり最重要項目でしょう。うん、攻撃魔力や回復魔力があるから主人公もそのうちホイミとか覚えられるようになるのかな。器用さってのは命中力に関係するんでしょうか。うん、なるほど。そして新しい呪文を覚えた、なんでしょうね。お、ホイミ来た。おお、なな。さっきのあのポーズからこのクールっぷり、うん、かっこいいな。お、スキルポイントを獲得。スキルポイントとは、戦いの経験を積んでレベルが上がるとスキルポイントが手に入ることがあります。毎回手に入るわけではないのかな。このスキルポイントを使うと特技や呪文などの様々なスキルを覚え、キャラクターを強化できます。早速作戦のスキルパネルでポイントを割り振ってスキルを覚えてみましょう。なるほど。あ、はい。さあ、スキルパネル。スキルパネルでは、獲得したスキルポイントを割り振り、スキルを習得することができます。また、スキルを習得すると、隣り合ったパネルが解放され、覚えられるスキルが増えていきます。なるほど。うん。いわゆるスキルツリーの、なんとかバージョン。マンダラ的なバージョン。ちょっとおかしな言い方しちゃったけど。あれ？やめちゃった？今、ちょっとカーソルの場所間違えたか？待て待て、これ、敵動いてるけど、ちょっと危ないか？さあ、ゆっくり考えるときは、この近くまで来て、ここで作戦っていうのができるかな。まあ、まあいいや。じゃあ作戦。で、スキルパネル。スキルパネルはこれを見る限り、個人で持ってるような感じかな。さあ、片手剣スキル、両手剣スキル、剣人、常時攻撃力が上がるほか、伝説の究極剣技を習得できる。剣の道を極めた者のスキル。そして勇者。伝説の勇者に与えられたスキル、すべての能力がバランスよく上がり、唯一無二の特技を習得できる。唯一無二とか伝説の究極剣技とか、結局なんか唯一無二なんじゃないのみたいな感じがするけど、うん、スキル一覧。お、なるほど。さあ、火炎斬りは左の方、片手剣で、右の方が両手剣スキル。おー、なるほどね。これでスキルを割り振ることによって偏っていっちゃうっていうのもなかなか、いや、偏らせてもいいけどみたいな、そういうことか。プレイスタイルに合わせていきましょう。そんな感じかな。さあ、火炎斬りは消費 MP2 で攻撃することができる。これはメラーと比べてどう違うんでしょう。自分の普通の攻撃力に加えて炎のダメージを与えるみたいな感じかな。それか固定ダメージみたいな感じでしょうか。さあ、装備時攻撃力プラス3とか、いわゆるパッシブ常時能力的なのがありますね。うん、会心率、なるほど。ソードガード、うん、武器ガード率が大幅に上がる剣の構え、これは体験でも変わらないのかな。ドラゴン斬り、おお、なるほど。メタル斬り、ハテナハテナ、これは何でか解放されてない秘密って感じかな。うん、秘密なところからと気になっちゃうけど、おそらくだけどこれってさ、あのインターネットとかには全部こういうパラメータとかが解放されてるから、
それ見ながらね、やっちゃえばさ、計画的にできるっちゃできるんだけど、あえて見ていかないってのもありですよね。さあ両手剣、ブレードガード、あ、なんだ、じゃあそれぞれ別に設定されてるってわけか。そして、両手剣をさらに攻撃力を上げていくことができると。分回し、敵1グループをなぎ払う、なるほど。そして頭上から敵1体を切りつけた間ダメージ、うん、なるほど。意外と、なんというか意外と地味な感じだよね。もっとスキルを覚えていくかなと思ったけど、 2,3 個ぐらいしかないんだ。あとは大抵常時能力みたいな感じかな。そして剣人、オート。さあ剣人はあやぶさ斬り、高速の2回攻撃、2倍ダメージと考えたらかなり強いけど、16ポイント、かなりスキルポイントがかかるな。うん、常時回心率プラス 3%、 3% はでかい。ギガスラッシュ、おお、名前かっこいい。ただ消費 MP が16ポイント、敵全体をなぎ払う片手剣の奥義、あーなるほど、片手剣限定か、それはちょっと、なるほど。これはさ、隣り合うところを選んでいけばいいから、最短ルートで行こうと思うと、どっちかを選んでみたいな感じか。じゃあギガブレードってのが体験タイプなんだ、なるほど。うん、なるほど。これは力プラス25、これは序盤で手に入ったらかなり強いよね。 25% プラスとかだったら後半より強くなるわけだし、ガード成功時にカウンターができるようになる、わー、こういうの好きなんだよなあの片手剣と盾を持って敵の攻撃をこうね、こうおとりになって避けたら大ダメージみたいな、結構そういうの好きなんだけど、うん、なるほど、悩むな。じゃあ勇者、この勇者だけなぜひらがななんだろう。まあひらがなっていうか、もともとドラゴンクエストをファミコンで出てたから、その名残なのかな。待てよ、もしかしたらこのひらがなの勇者だから、あの漢字の本物の勇者とは違うみたいな、そういう展開そんなことはさすがにないか、うん、さあ、ゾーン突入率プラス 5%、 なるほど。そしてデイン、敵1グループに稲妻が落ちる、お、勇者といったらやっぱり雷系の魔法ってことかな。あれ、でもこれしかない。あ、じゃあやっぱりもっとスキルパネルが増えていく可能性があるかも。だってギガデインとかあるはずだよね、ライデインとか、うん、それともこれだけで終わりなのかな。うん、まあその辺よくわかんないけど、さあニフラム、敵全体を光の彼方へ消し去る、へえ、そういう魔法だったんだ。そして常時器用さプラス10、素早さプラス10、おお、これは序盤で欲しいな。トヘロス、聖なるオーラで弱い魔物を寄せつけない、あーでもあのシンボルエンカウントだから、なるべく離れて動けば多分大丈夫でしょう。これあれか、 2D モードでプレイしてるときはランダムエンカウントになるっぽいから、それに対する答えかな。うん、さあこれ真ん中気になるけど、これはどうしよっかな。ただポイントが8ポイントか、うん、なるほど。デインは覚えたいよな、うん、勇者的に。じゃあ今回覚えられる、やっぱり火炎斬りかな。火炎斬りを覚えてメラーとどれぐらい違うかを見て、片手剣をこのまま進めていくか、違う方向に行くかと考えていきましょう。個人的には勇者ルート行きたいかなって気もするけど、うん、よし、じゃあ今回火炎斬り覚えましょう。よし、じゃあ火炎斬りを習得します。はい、よし。さあ火炎斬りの特技を覚え、あ、ハテナってもしかしてあれか、周りを全部埋めないとダメとかそういうやつか。うん、なるほど。ハテナはハテナのまま、周りの4つのスキルを習得すると解放できる、おお、なるほど、そういうパターンか。じゃあこことか、これじゃん、まずここをこうやって埋めて、ようやくここが解放みたいな。なるほどな、すごく強いスキルはすぐには習得できないようになってるんだ。なるほど。勇者の方なんかちょっと下に行けない、ここでしょ、4つ、あ、4つだけだったらまあなんとかみたいな、これ全部みたいな感じなのか。で最後ど真ん中が、あ、ど真ん中ないやそんなことないか、全部覚えるとなんか究極魔法剣技だかなんだかが手に入るみたいな、そんなこともないのかな。うん、 OK、 じゃあ戻りましょう。終わる。よし、じゃあ早速火炎斬りを試してみたいかな。あ、そっか、柵はジャンプで抜けられる、あ、そんなことなかったすごく残念だな。と、うん、無理か。よし、あれ、この辺いけないか、いけた、よし、と、よし。さあまずは戦う、
特技火炎斬り、お、あ、片手剣のスキルだっけ。うーん、この辺残念だな。じゃあ装備切り替え、そして石の剣、はい、で盾、これはさすがにあれか、今すごくね贅沢言おうとした。片手剣を装備したら前に装備した盾が自動的に設置される的なだってお鍋の蓋をね、持ち物で持ってるかどうかをまた調べなくちゃいけないから、その辺は贅沢でしょ。よし、じゃあ特技火炎斬り、はい、でへい、お、でけえダメージ、おお、これはメラと比べたら全然って感じか。でへい、おー、いいね。メラの MP が2ポイントで10ポイント前後のダメージで、火炎斬りが同じ MP で2倍近く、これはかなりすごい、覚えてよかった。うん、 OK、 じゃあさらに特技使っていきましょう。でやーって、うん、やっぱりキャンプの近くでこうやって全力で戦って、どんどんこう早回ししていくっていうのがドラクエですよね。ほぼほぼなんか通常攻撃みたいな気分でやってるけど、強いなこれ。うん、 OK、 じゃあここで一旦区切る感じかな、これはイベント的には全く進んでなくて、場所で言うとさ、あの南端から真ん中まで来たばかりなんだけどおそらくなんかあの真ん中の川あたりで何かイベントがあって、右の方回っていかないとデルカダール王国に行けないぞとか、そういう感じになるのかな、雰囲気的に。うん、まあいいでしょう。さあというわけで、特技を覚えていけることが分かったので、なんか自分で特技を選んでいけるっていうのはなかなか俺からすると結構珍しい感じで、すごく楽しい感じなんですが、さあ仲間、今話せる仲間がいない寂しいな、まあしょうがない。うん、呪文ホイミ、お、25ぐらい回復する、なるほど。回復力、ん？回復用の魔力でそれが増えたりするのかな。お、何ポイント回復したかは知りたいんだよな。バトル中ほらどれぐらい回復できるかってすごく重要だから、その辺を経験を積んでいくしかないか。うん、 OK。 さあというわけで、じゃあ今回ここで一旦区切っておきましょう。何か怪しげなアイテムとかないかな。うん、この中とか、お、このかまどは何だろう。あんなところになんか木製の棚置いといたらめっちゃ濃いそうですけど、お、寝られる？寝られないよねあ、これは、おー、ひどい小さな鱗？メダルの代わりかな。お、いいのか良くないのか、いや多分良くないんだろうけど、おじさん、おー、いいえ、すごいな、話を聞かせてもらった挙句になんか持ち物奪っていくっていうこのちょっとダークな感じもまたドラクエですよね。 OK、 じゃあ今回はここまでにしておきたいと思います。さあそれではまた次回よろしくお願いします。